映画、キートンの蒸気船のバスター・キートン・レスターのクラレンドン・パークの壁に描かれたバカ・歩きショーの落書きデッドパンは出来事のおかしさに対して何とも思っていないまたは何も感じていないように無表情で反応する喜劇の表現。鈍感、皮肉、ぶっきらぼう、意図的でないものとして使われる。ドライ・ヒューマー、ディープ・パン、ドライ・ウィット・ヒューマーとも言われる。 1920年代に形容詞、副詞として作られた造語で、デッドとパンの複合語。もともとは、パーンは死んだの言葉遊びであったようで、オックスフォード英語辞典で最初に掲載された時の意味は、無表情で役を演じることで、出典はニューヨークタイムズだった。一方、映画、スピード花嫁では、名詞として使われている。ギャング同士の電話の会話で、ギブイッド、エーデッド。 パンという。これは重要な話の内容を部屋にいる、誰かに気づかれるなという意味である。1942年には、同志としても使われるようになった。バスター・キートンは、ボードビル時代初期にデッドパンを磨いた。キートンは笑っている時よりも無表情の時の方が、観客に、受けが良いと気づき、サイレント映画でもそれを使った。短編映画、ザ・ボー・ブラメルズで、 寄せ芸人コンビのアルショーサムリーは全編デッドパンで演じた。フライングハイもほとんどがデッドパンで演じられた。テレビのシチュエーションコメディでもデッドパンは使われている。ラリーのミッドライフ・クライシス、アレステッド・ディベロップメント、マイネーム・イズ・アール、ブルクリン・ナイン、マイナス・ナイン、パークス・アンド・レクリエーション、アイ・カーリー、ルイーのルイ・シー・ケイ、スティーブン・ライトなど。デッドパンは ブリティッシュユーモアの中でも使われる。ホルティタワーズ、ブラックアダー、モンティ・パイソンのバカ歩き賞、リッキー・ジャーベース、映画、アイ・アイム・オール・ライト・ジャックで、英国映画テレビ芸術アカデミー、最優秀男優賞を受賞したピーター・セラーズ、アリジーやボラット・サグディエフといったキャラクターに扮する、サシャ・バロン・公演演じる、スパイス・ザ・ムービーのビクトリア・ベッカム、など。ドライユーモアは、知識人。 インテリのユーモアと混同されることが多い。セリフや身振りから笑うのではなく、観客がセリフ、身振り、文脈の中から笑いを探さなくてはならないからである。わからなければ笑えない。しかし、デッドパンという言葉は無表情という身振りに限定して使われる。ありがとうございます。